皆さんこんにちは、エルザです。今回は虚構叙事更新後ですね、新しいのが来てましたので、こちらこの4をクリアした構成などについて話をしていきたいと思います。そうですね、ブラックサン育ててからちょっとね、まさかのポイント8万いけたので、その編成とかの紹介をしたいなと思います。で、編成はこんな感じ。まあ、推奨属性に合わせてるっていうところなんですが、まあ、前半は持続ダメージパーティーですね。で、後半はアルジェンティをメインにしたパーティーとしてます。で、まずステータスの方からいきたいんですけど、ホホに関しては自鉄で、奇跡はこれぐらいで、異物は回復とメッセンジャーを積んでます。まあ、さらっと流しますが、 HP、 攻撃、治療、速度、HP、EP となってます。コツはなしです。続いてカフカについてです。レベルは80ですね。で、公園水は待つのみで、奇跡はこれぐらいですね。で、異物に関してはクラモスと囚人を採用していて、まあ、HP、 攻撃、速度、雷、攻撃としてます。ブラックさんはレベル75としてます。で、公園水は獲物の視線、こちらに関しては貫突してます。で、育成がだいたい66で、スキルに関しては9にしてます。防御力がマイナス20入るんでね、これは急ぎで取りました。カフカと同じでグラモス囚人にしてます。で、 HP、 攻撃、効果命中、速度、風、攻撃としてます。コツはなしですね。ブラックサーに関しては効果命中、今回は113という数値でやってます。120までいってないですね。で、この編成最初の一組目で重要なのがセーバルです。雷を多めにした方がかなり相性良かったですね。ここルアンにするよりかは良かったです。で、セーバルに関しては今日も平和な1日で、育成はスキル、必殺技、テンプを上げています。で、異物はキノコニーと囚人、 HP、 攻撃、速度、雷、 EP としています。一応貫突してます、セーバレーに関しては。正直セーバレーに関しては貫突が強いので、感電状態的に対してカフカとの相性が非常にいいので、セーバルは貫突で今回採用しています。結構強くなりましたね。続いて2組目です。まず、フゲンですね。フゲンに関してはレベル80。で、耐久値、HP 8000ほどにしてます。で、公園水は記憶の素材にしてます。奇跡は868ですね。必殺技が低めです。そんなに必要がないので。で、異物に関しては、オイル選手と仮装と方面にしてます。HP、攻撃、HP、速度、HP、HP としてます。このあたり異物選びが楽なのがいいですね。成功はなしです。続いてアルジェンティ。アルジェンティはレベル75です。で、公園水がこの世界に喧騒を。で、こちらが三突しています。結構三突にするのが肝ですね。で、奇跡に関しては887と。必殺技は高めで、スキルは7にしています。異物については、サルソットとチャンピオンにしてます。HP、 攻撃、回心、速度、攻撃としてますね。結構攻撃寄りにしてます。なるべく火力を上げたいというところがあったのと、サルソットの効果を出したので回心率と回心ダメージを上げているところとなります。続いてヘルタですね。で、2組に関しては実はヘルタの方が肝です。アルジェンティスピードを落として必殺技をガンガン回す方にしているので、その間のつなぎとしてヘルタを採用しています。まあ、氷弱点なので相性もいいですしね。ヘルタに関しては銀河鉄道の夜を採用しています。敵は10ですね。このあたりは突しているため上がってますね。で、異物に関してはカリウドですね、が HP、 攻撃、配信、攻撃で、サルソットで回心率盛るのが難しかったので、ヘルタの宇宙ステーションを採用してます。まあ、氷と攻撃というふうにしてますね。とりあえず一撃がでかいようにしてます。
回信率が漏れないときはこちらでも十分でしたね、火力としては。で凸に関しては6凸です。まあこれは模擬宇宙とかねしてれば6凸いきますので目指しやすいところかなと思います。ステータス的に回信率22で回信ダメ130なんですけど、まあ回信率がそこまでなくてもダメージ自体が高かったんでね、人生削りも強かったんで非常に相性が良かったですね。そして2組目最後、ルアンメイです。ルアンメイのおかげで後半に2組は火力とか人生削りが上がっているような感じはします。レベルは80です。で鏡の中の私を光炎水として入れています。奇跡は788ですね。天賦が7でその他8です。なるべく解放しておくのが大事ですね。で異物に関してはタリアと怪盗を採用しています。 HP 攻撃で HP にしてます。耐久値がやっぱ低いんでね、上げたいところです。で速度防御 EP としてます。なるべく回転させたいんでね、 EP を採用しています。で凸に関してなんですけど、まあ1凸できるんだけど1凸してないです。なんか使ったら悔しかったんで防御力 20% 無視強いんだけどね、なくても十分強いです。無凸でルアンは強いですね。まあ光炎水持ってるってのもでかいかなと思います。では実際にこちらの2組を使って、どういう風な感じになったのか見ていきたいと思います。で、あ、そうですね、1つ漏れてました。何を使ってるかってことなんですけど、1組目に関しては名誉をつけています。まあ、これに関しては持続ダメージを受けた敵に対する 60% 分の同属性ダメージを与えるためです。これが結構相性良かったですね。で2組目の方に関しては希望です。味方が敵に攻撃を行ったと敵を風化状態にする。でこの風化状態に関してが結構役に立ってて、追加でダメージを与えれるので持続ダメージ編成じゃなくても相性が良かったですね。はい、ということで、こちらの編成で、まあ、4万4万どちらともいけましたので、動画の方を見て参考にしてもらえればと思います。はい、それでは早速やっていきたいなと思います。まあ、全員秘技使うんですが、テーバルではなくカフカを使います。テーバルだとねちょっと関連はあるんですけど、カフカの方が強いのでカフカにしてます。で早速アルカナとの効果で一気に削れてますね。感電と本当相性いいよね。でいいところとしてはそのアルカナの発動ができるので感電以外のダメージというか持続ダメージが入るのがでかいです。あとはアルカナ自体が結構拡散ですね。総数が3以上で拡散になりますが、それが発動常時できてるのでここがめちゃくちゃ強かったなと思います。本当雑魚処理が楽で、ちなみにその前半後半どちらとももう全部オートです。オートでやってます。結構ねこのオートでやるっていうのを重要視してて、やっぱ楽したいんでね楽したいんでなるべくオートでやってるんですけど、まあオートで一番楽だったかな、虚構叙事の中でも。まあこんな感じでアルカナが大活躍です。これでも天部レベル低いからね、マイナス 20% っていうのはすごく大きいなと思います。あと意外とそのカフカに関しては感電で死んだ時に EP が回復するので、それも相性いいですよね。ちょっとずつちょっとずつ伸びていくんで、いざっていう時に発動ができるのがでかい。でもうウェーブ3に入ったっていう感じです。結構ウェーブ3までも早いですね。ただちょっとこの辺りから徐々に徐々に不安な感じになってきます。結構ねここがターンが回ってこないのでっていうのと、敵を倒すんだけど雑魚敵倒せば倒すほど出てきた敵のターンが割り込んでくるんで、今みたいな感じでね、まあ、速度がちょっと低いと安定はしづらいなーっていうところです。全員速度グッズ対応してるのは異物のセット効果のためっていうのもあるんだけど、まあ、それとは別でこういった危機的状況を脱するためっていうのもありますね。処理はめちゃくちゃ早い。処理は早いんだけど
敵のターン来た時にアルカナと持続ダメージで倒せないとかなり辛いなという。なんでポポのターンがね永遠と回ってこないんだよね。で必ず攻撃に耐えないといけない。でしかもタイミングが悪いと必殺技とか使ってるといつの間にかスキルの効果がなくなってたりとか、まあ、大体8回ぐらいだったかなしか発動できないんで、あまりにもターンが回ってこないと今みたいに辛い展開もありますね。しかもオートなので回復をしなかった場合より全滅する確率は上がるっていうちょっと危険な感じではあります。まあただそれでもアルカナは強いね。ほんとカッカと相性がいい、まあ、敵の速度が速いってのもあるから高確率で発動してるのもありますね。やっぱアルカナの蓄積がでかいな。3以上が常に維持できてる状態なのでこの辺りはやっぱ相性がいいね。でここまで来ると残りちょっとという段階、まあ、ちょっとこの辺りが苦しくなってくるけどね。でもセーバルじゃなくて、まあ、火力上げようと思って低運とか入れてたんだけど、まあ、低運よりもセーバルの方が今回安定しましたね。やっぱ攻撃を何回できるかみたいなところがすごく強かったなと思います。まあ、今回の虚構ジョジはね持続ダメージ編成と相性がいいんでね。でここ持続ダメージで削り切って終わりと。これがめちゃくちゃ強かった。アルカナの効果もだし感電も重なっててめちゃくちゃ良かったですね。で次後半戦となります。まあ普賢アルジェンティヘルタルアンメイですね。一応全員発動します。まあこの編成はね誰が攻撃しても弱点になるんでね。さあ最初ここがなんだかんだ一番かな。最初でどれぐらいターン抑えれるかみたいな。でアルゼンティで半分削ってヘルタで追加攻撃してっていうこれの繰り返しでどんどん削っていきます。アルゼンティの火力が足りないというかそれなりに出せれれば今みたいな感じでヘルタがガンガン動くので、しかも大体 2,3 回ぐらい追加攻撃できれば必殺技も使えるので結構相性いいんですよね。でルアン自体が直接ダメージ削れる能力であったりとかもあるので上がるので、まあ、ヘルタとアルジェンディとは非常に相性がいいなということです。いずれ風に吹き落とされる。いやあとはやっぱ普賢かな。なんだかんだ普賢耐久値がめちゃくちゃ高いんで意外と耐え切りましたね。うん、耐え切った。ここがすごく良かったね。普賢は、なんだろうな、相手の攻撃力の高さによっては、速攻で消えたりするんだけど、今回ヒーラーなしでもいけたので、でかいなと。ただ、それに関して言うと、アルジェンティとヘルタにやっぱ攻撃回数が全体的に多かったんで、必殺技も多いしね、追加攻撃でさらに削ってっていう流れができてるんで攻撃を受けた回数自体が少ないっていうのも大きいですね。まあ、ヘルター虚構女児前回のでねだいぶもてはやされてたけど今回も大活躍っていうのはほんと強い。てかほとんどヘルタしか見てないほんと強い。これに関してはね、公園水の銀河鉄道とか外れとかもしたけどヘルタがここまで生きるならもう当たりだもんね。あの公園水もね、しかも2つ持ってるんでこれで姫子が来れば、まあ、姫子でも安定が取れるなっていう編成ですね。まあでも氷弱点そうだね、これが渓流だったらと思って、渓流だとまたちょっと時間の使い方というかターンの消費が違うんだろうなって感じだった。必ずターン消費するんで、ヘルターとかの場合は割り込みだからね、やっぱ割り込みは強いなと思う。必殺技発動、このタイミングもいいと今みたいに一気に削れるんで、で今風化ダメージが入ってると思うんだけどこれが意外とバカにできなくて、やっぱ2万とか入るのよね。
層が溜まっていると。なんでアルジェンティー自体にダメージが通っていって、この蓄積でも数十万ぐらいは稼げてる感じになるかな。持続ダメージキャラがいなくても、わざわざ入れなくても相性はいいっていうところです。あ、でも本当弱点相性がいいね。ほらもうくるくるでほらもう一気に状況がいい。でさらにここで使って怪人が出ればっていうことね。本当これ怪人率がもっと高くて、サルソトであればもっとダメージは出ると思う。育成が正直不十分だなと思ってるけど、それでもだね。あとは不減の効果でプラス10回心率上がってるんで、まあ、それもあって 20% なんだけど、ちょっと出てる方、回心率は出てる方っていう感じかなと思います。で風化で削れるんで、今みたいにどんどん盾も壊せるんですよね。意外とこれがね、削りの効果としてめちゃくちゃでかかったかな。これも知れ、いずれでこっからもう一気に畳み込みます。なんですけど、最後見てもらうといいんですけど、風化ダメージで35万入ってるんだよね。そう、多分あそこから残りターン一気に頑張って削るっていうところなんだけど、その風化の効果で意外とがっつり削れてるんで、すごく大事かなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。前半後半どちらとも言えることですが、出現した敵に対して速攻で消せるっていうのはかなり強かったですね。前半に関してはやっぱアルカナの効果がめちゃくちゃ強いのと、まあ、カフカの必殺技、あとセーバルの必殺技も相まって全体攻撃が常に続くんで、このあたりの削りが強かったなと思います。後半ねちょっと危ないシーンもありましたけどね、ポポの緊急回復がないんで、まあ、そこの発動がうまくできるかどうかが4万ポイントいくラインになるかなと思います。なんかこのポポの部分がリンクスだったりとか変わってくると、またなんか違うのかなって思いますね。ただドラッグストワンが入ってやっぱ安定はしましたね。で2組目に関してはアルジェンティである程度がっつり敵を削るっていうのも大事なんですけど、多分ダメージ総ダメージで言うとヘルタの方がめちゃくちゃ稼いでます。ほんと雑魚処理が強いっていうのと、HP 半分削ってからの追撃が強すぎますね。まあ育てて損はなかったなと思いますが、まあ虚構女児はヘルタの採用はすごく大事だなと思うので、まあこの編成は良かったなと思います。はい、ということで今回虚構女児については以上となります。まあ4に関して8枚いったので、他のはじっくりポイント8万全部目指していくっていうのもありかなと思いますので、またこのあたりもっとね簡単な編成というか、今回の編成結構ガッチガチなんで、まあ、これがじゃあブラックスワン使わなかったらどうなのかとか、ちょっと試してみたいなっていうのはありますので、そのあたりは取れればいい感じのが取れればまたアップしたいと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。